こんにちは、ケイドラです。今日は次の重心化予想をやっていこうと思います。まず直近の重心化振り返っていきますと、コラボは特殊枠なので、水、木、光、火の順番で来てます。基本的にコラボとか周年がない限りは、同じ月に同じ属性は来ないんで、次は闇一択かと思いきや、ちょうど12月1日なんで、まあ、この法則は崩れます。月始めなんで、どの属性が来てもおかしくないんですけども、今回は前回来たオシリスから、ちょっと法則性を見つけ出していこうかなと思ってます。まあ法則もね、何もないんですけども、とりあえず、オシリスが神族だったので、次は神族しばらく来るんじゃないかなっていう単純なる予想でいこうかなと思ってます。順番的には闇なんですけども、まあ順番通りに来ることも結構少ないんで、今回は、水と光で予想していこうかなと思ってます。まず第一予想、水なんですけども、ネフティスかウルズで迷いました。めっちゃ神族いるんですよ。ただ今回は、なんか前回エジプトのオシリスが来たから、外してくるんじゃないかなっていうところなんで、ウルズで予想しようかなと思ってます。ウルズは進化ダメワープのレクエムとかで使えるキャラなんですけども、まあ、神化はブロック弱点キラーで最初アルカリアの適性として生まれました。ただね、神化使う場面はもう最近少ないんで多分進化寄りになると思うんですけども、まあ、レクエムの適性がね、まだ少ない方はより扱いやすくなるんじゃないかなと思ってます。弱点キラーついてくれたら一番嬉しいですね。ステータス結構高いし、オールアンチ SS の粘り率も高いんで、12プラス12ターンの 1.5 倍プラス3倍もらったら嬉しいなと思ってます。次、光ですね。同じシリーズなんですけども、ヘイムダラでございます。もうヘイムダラもね、重心化いつ来てもおかしくないキャラなんですけども、まあ、出た当初結構使われてて、まあ今で言うマルタまではいかないですけど、結構騒がれてましたね。ただまあこのキャラも、もう今や時代が追いついてないっていうか、キャラクターがインフレしまくってるんで、まあ使う場面がかなり減ってしまいました。長距離貫通ホーミングも8なんですよね。なので重力ウィンド魔法陣の魔封じとかにやってもらったら、結構強くなるんじゃないかなと思うんですけども、今回はこの2体で予想しようかなと思ってます。これでネフティス来たら結構悲しいけどね。第一予想はウルズ、第二予想はヘイムダラでいこうかなと思ってます。もちろん順番通り闇が来る可能性もあるんで、あくまで予想妄想なんですけども、まあ傾向から見ると、まあ、全然水もあるんじゃないかなと思っております。よかったら皆さんの意見も聞かせてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。